風量差は、新末民発の軍人。北京政府暗記派に属し、断基随配下の四大混合の一人と称される。字は、清志説。1894年、湖南事務学堂で学ぶが、間もなく、北洋武備学堂に転学した。卒業後に、日本に留学し、陸軍主管学校第三期砲兵科を卒業した。帰国後は、北洋特連所久下町。 兵備方便を歴任する。1907年、東三省兵備どころ議定軍政に任せられ、間もなく、吉林編、勤務方便県、森治武正し弁治与に昇進した。その後、遠征外に昇聘され、軍事参議に任せられている。中華民国成立後の1912年に、風良佐は、総統府軍事所所長に任せられ、中将に昇進した。同年11月、 チャハル省副都党に任ぜられる。翌年6月、直令省に転任し、アザミニレチンジュ氏や高等軍事裁判所所長などを務めた。1916年5月、風僚佐は陸軍部次長に営転する。翌月の遠征外市後、風はダンキズイ率いるアンキ派に属し、四大混合の一人として有力幹部と目されている。翌年7月の長君福碧では、 風は、弾を補佐して、長君の総統戦を勧告した。翌月、この功績もあって、コナン特軍県官伊将軍に任ぜられている。しかし、同年11月、風は、陸栄テーラ、旧高生派との戦いに敗北し、コナンを追われてしまう。後に、変貌、ただ主弁公所参謀長に転じた。1 9二十年七月の安直戦争の際に、風両者は、 断基髄の密詞として、天心で直霊派との交渉に当たった。しかし、フーはかえって直霊派に逮捕、収監されてしまう。結局、安記派は安直戦争で敗北し、フーは1922年5月にようやく釈放される。その後、フーは引退して天心に引きこもった。1926年、天心で死去。ありがとうございます。